こんにちは、ホセス。今回は動画での報告が遅れたんですけども、2月の28日をもちまして、ハーパージャンジュニア選手の特別指定選手での活動が終了しました。本当にお疲れ様でした。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。2月で活動報告が終了しまして、3月の3日三河戦の勝利の後にハパ選手が最後挨拶で琉球を離れることになったんですけども、もうあの衝撃的なニュースから早1ヶ月が経ったんだなって思いました。最初にハパ選手の特別指定選手での加入が決定しましたっていう琉球のニュースがお昼に舞い込んできた時は僕もびっくりしました。まさかハパ選手が琉球で活動するなんてっていう風にやっぱ最初は思いました。18歳で特別指定選手っていうので度肝を抜いたのが河村選手であって、河村選手やっぱ特別な存在だっていう風にやっぱ思っていました。で、実際その後、3連戦で試合、河村選手がもう18で出て、もう大活躍して、ああ、もうすごい選手なんだなって思ってて、これ以上の特別な選手は出ないだろうなって思ってたんですけども、2020-21年シーズンに、ハパ選手が契約したっていうのは、本当に驚きと、またバスケ界に新しい風であり、喜ばしいニュースが出たなと思いました。そしてハパ選手が初めて出た試合が、2月の頭に入りました、北海道戦。北海道戦で17歳で B リーグのコートに立ち、最年少出場を果たしました。その最初の試合は、初ファウルと記録されまして、得点はなかったんですけども、ゲーム2でハパ選手がファウルをもらってのフリースロー1点を決めて、B リーグでの最年少記録を樹立しました。ハパ選手のシュートを入れたシーンっていうのが、琉球ブーさんの皆さんも大いに盛り上がりましたし、ハパ選手にとっても当然いい経験だったと思います。しかし、初得点記録したっていうおめでたいニュース後にさらに度肝を抜かれたのが、速攻でハーパー選手が持って、そしてまさかダンクを決める。これがまたかっけーって思いましたね。ダンクするんかいって思って、実況の人がハーパー選手とエヴァンス選手が話してて、ハーパー選手が今日試合出たらダンク決めるぜって言ってから、エヴァンス選手が笑いながらっていう、そういう話もあったんですけども、まさかそれを有言実行、ダンクをぶちかますことが本当になるとは思いませんでした僕も完全にそのことはもう頭にはなかったですね。試合見てて、速攻だから普通に乱視を入れるだろうなと思ったら、もうあのド派手なダンクで一気にもう琉球ブースターの皆さんの心をがっちり掴むと同時に、ボルテージをもうマックスまで上げる、あの勇姿っていうのがもう印象に覚えています。もう映像越しでも偉大な功績っていうのも分かりますし、末恐ろしい高校生っていう印象も残りました。そして次、水曜日に行われた、広島戦でもハーパー選手が難しいレイアップシュートを決めて、ただの高校生じゃねえなっていうのも印象もありましたし、次がアウェー戦で滋賀レイクスター戦でもジャンプショットを決めて、また得点を記録し、やっぱハーパー選手が B リーグプロ内でもきっちりシュートを入れることのできる、威圧されてもこのプレッシャーに負けないっていうのがやっぱ証明できたっていうのが、ハーパー選手にとっても大いなるプラスでもありますし、何より B リーグのやっぱ舞台でもあんだけ堂々とプレーできる選手っていうのも皆さんにもよく印象に残ったと思います。そしてね、僕2月のね14日アウェーで行われた滋賀レイクスターズの試合直接見に行って、ハーパー選手の活躍見れるかなと思ったんですけども、その試合はちょっと滋賀レイクスターズのちょっと激しさっていうのが強くて、ちょっと琉球が1クォーター2クォーターがトントンな結果で、ね、3クォーター4クォーターでやっとちょっと話せの勝利だったので、ちょっとハーパー選手の出場が見られなかったっていうのがちょっと惜しい限りであります。実際生で見てはハーパー選手が本当に高校生で B リーグのこのコートにいるんだっていうのは生で見てより感動を覚えました。今後のバスケの発展もそうですし、日本バスケの未来っていうのもこの河村選手だったりハーパー選手だったりがもう引っ張っていく存在なんだなっていうのが、言葉出さずもがなもう分かるっていう感じです。そして最後、富山戦ではちょっとベンチ入りすることができずに、そして2月の28で東海大学での活動が始まるので、特別指定選手での活動が終了という、琉球ゴールデンキングスにとっても特別な1ヶ月ではなかったんではないかと思います。今現在首位も走ってて、ファンの皆様を大いに盛り上げる琉球でありますが、そこにハーパー選手も加わっての活躍もそうですし、琉球の雰囲気っていうのをより一層レベルを上げた段階にこれ持っていくっていうのが、ハーパー選手が十分に担ったと私は思います。強いチーム
ームであるほど特別指定選手っていうのは所属していてもやっぱ活躍って逆に難しいと思うんです。実際ベンチ入りできなかったりベンチ入りしても出場ができないっていう選手も特別指定選手の中ではいますけれども、西地区1位の琉球でハーパー選手が出場し、プロ選手相手にも負けじを取らずとオフェンスとディフェンスでのプレーっていうのをこなして、カードディフェンスそしてシュートを決める、このプレーができるってことがまだまだ底の知れない高校生、まあ、今後は大学生になっていくんですけども、今後の成長っていうのもじっくりこう見れていくんじゃないかと思います。僕個人として非常に惜しかったのが試合の順番っていうのもあったんですけども、横浜ビーコルセアーズで特別指定選手として活動してた河村選手とのマッチアップが見たかったです。残念ながら東海大学のこの活動っていうのもあって河村選手もハーパー選手も2末で活動終了して、3月の初めに行われたこの横浜戦には残念ながらベンチ入りすることはお互いなかったということでありまして、これはまた来シーズンに持ち越しだなと思いました。3月だったらもしかしたら河村選手と琉球のマッチアップっていうのも面白かったですし、ハーパー選手がまた逆に横浜と戦う姿っていうのもどういう風に戦うのかっていうのも見どころがあったと思うんですけども、まあ残念ながらそれは今年は叶わずということであります。ハーパー選手にとってこの1ヶ月というのは非常に貴重な経験をしたと思いますし、まあ、今後の東海大学の大学での活動っていうのにも必ずプラスの経験値になっていると思いますので、今後のハーパー選手の成長ともに見ていきたいと思いますし、また来シーズンもまた琉球に戻ってファンブースター選手の皆さん、そしてチーム全体をまた来シーズンも盛り上げてほしいなと希望します。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。